さんのブルースもそうですけど、日本の、まあ、演歌とかでもねブルースがつく曲すごく多いです。このテンホールズハーモニカで使われるブルースハーモニカのブルースと今の日本で今まで使われてきた演歌とかのねブルースっていう言葉は若干違うものを、指します。でね、その辺をどう伝えていいか僕もわからないんで、専門家の力をちょっと借りようと思います。はい、拍手でお迎えいただきたいと思います。ブルースハーモニカ奏者のハモさんでございます。はい、ありがとうございますね。ハモさん、今日はよろしくお願いします。よろしく頼むぞ。俺がハーモニカ奏者ハモだ。はい、ありがとうございます。ね、見た方はね、ヒロシやっちゃったなと、かなりきつい入力になっちゃったなと、今思いだと思いますけど、どうぞ寛容な心でね、温かい目で見ていただきたいなと思います。はい、ハモさんの特徴ですね、この、リージェントでございますね。見事なリージェントでございます。私とハモさんね、ハモさんが師匠で私が弟子という関係なんですが、私のね頭の上の方の髪がごっそり抜けてしまった、時期がありまして、まあ、今でも抜け続けてるんですが、ある時枕元を見るとこのハモさんがいたんですよね。はい、ということでね、私の髪の毛がハモさんということなんですけど、じゃあ なんで抜けた方が師匠なんだということになりますね。まあでも芸能の鬼太郎もそうですよね。あの鬼太郎の目玉が落っこってなんで親父なんだと、これと同じでございますので、ね、よろしくお願いします。ハモさん、よろしくな。はい、でね、今ご覧になって分かると思いますけど、ハモさんと私は一緒に喋ることができません、ね、ハモさんが喋って私が答えると、こういう代わり番号の、ね、方法でやっていきたいと思います。ハモさんはブルースハーモニカ奏者ですよね。その通り、俺はブルースハーモニカ奏者。そうですね、僕はまあハーモニカ奏者なんですね。そう、お前はただのハーモニカ奏者、俺はブルースハーモニカ奏者だ。はい、ハモさん、そうやってなんか一言ビッって言って決めてからこうなんか一フレーズ吹くような感じなんですね。あわよくばそういうやり方でやっていければなと思ってる。ああ、あのハモさんね、今後のこともねやっぱり考えているわけですね。なるほど、わかりました。あ、じゃあそんなね、そういうスタイルでやっていただきたいと思いますけど、まあ見てる方もね、そのハモさんのじゃあハーモニカと僕のハーモニカ何か違うのかというところになるんですけど、まあ、同じですよね。ね、で私は、まあ、今持ってるのは C ですけど、ハモさんのキーは何ですか。俺も C のキーのハーモニカだ。あ、そうですか、同じ C ですよね、今ね。でハモさんはこのね、謎のメーカーですよ、この HAMO ハモというね、聞いたことないメーカーでございます。どこの国だか分かんないですけど、この謎のハーモニカを持っていますけど、基本的には同じ C のハーモニカですね。で同じ C のハーモニカなら何か違うんですかね。俺は G のキーの曲を C のハーモニカで吸っているんだ。ただ吸ってるんですか、ハモさん。ハモさんね、すごいですね。たまに楽器から離れていても音が出るときがありますね。さすが師匠ですね。ハモさんはじゃあほとんど吸っているんですか。その通り。俺はハーモニカを吹いているわけではなくて、主に吸っている。だから俺はハーモニカ吹きじゃなくてハーモニカ吸いだ。なるほど。かなり今決まりましたね、ハモさん。なるほど、これ、まあ、ハモさんの決め台詞みたいな、ね、もんでございますね。はい、ハーモニカ水なんです。はい、ハモさんじゃあレとかファとかラとかシばかりで演奏してるんですか。その通り。ほとんど吹く音は使わない。これがブルースハーモニカ奏者だ。なるほど。じゃあ私もですね、この C のハーモニカで、まあ、G の曲をね主に吸うようにしますね。これで私もブルースハーモニカ奏者って言ってもいいんですかね。バカ野郎、それはハーモニカの吹き方の特徴であって、ブルースという音楽とはまた別の部分だ。なるほど、あまりブルースの音楽を聞いたことない方にもね、分かるように簡単にこう入り口みたいなものをちょっと教えていただけますかね。ブルースハーモニカの入り口は
映画クロスロードだ。あ、映画クロスロード、はい。ウィリー・ブラウンとね、ギタリストの2人の旅ですね。はい、映画、カラテキッドでね、有名なラルフ・マッチョーというね、方が主役で、ギタリストとハーモニカプレイヤーと旅をするやつですね。あれは、よかったな。ああ、ハモさんハマるんですね。なるほど。ああ僕もね、あの映画好きですね。あのウィリー・ブラウンというね、プレイヤーが、まあ、出てきまして、その方がね、ハーモニカの達人なんですよね。はい、僕も見ました。確かにね、まあ、あれ見るとブルースにちょっと興味が湧きますね。そうだ、あの映画は最高だ。以上。あ、以上なんですか。ああ、もうちょっとなんかないですかね。あの映画を見て分かるように、ブルースを勉強したきゃ、記者の真似がうまくできなきゃな。ああ、なるほど。はい。あの映画の中でね、ハーモニカ吹きの人が、若いね、ギタリストに、ブルースがうまくなりたきゃ、記者の真似がうまくならなきゃなっていうね、名台詞があるんですね。まあ、ハモさん、その受け売りですね。なるほど。はい。じゃあ、ハモさん自身はあんまりポリシーはないわけですね。あ、ハモさん、ハモさんなんかちょっと気に障ることがあると、こう、激しいね、するところあるんですけど、ハモさん、あのウィリー・ブラウンみたいに、その、記者の真似してくださいよ。あ、やりたかったんですね。あ、お願いします、ハモさん。記者の真似、記者の真似なんて言うんですか？ VAMP バンプ。トレインバンプとも言う。ハーモニカ、プレイヤーの中でも最高峰の技術だ。あ、そうですか。じゃあ、お願いします。VAMP バンプ、トレインバンプをね、ハモさんにご披露いただきたいと思います。メンタル見開いてよく見せろ。ね、メンタル見開いてるのは、まあ、ハモさんの方だと思うんですけど、よろしくお願いします。聞いてるとこうなんかブルースの香りがね、してくるようですね。はい、じゃあ分かりました。私も次回までにね、映画クロスロードをもう一回、見てですね、この、トレインバンプですか、それをちょっと勉強しておこうと思います。まずはそこからだ。みんなもブルースに興味を持ってくれ。そうすればただのハーモニカからブルースハーモニカへと発展することができるぞ。忙しい方なんでね、ハモさん、もう次の現場に行かれたようでございますね。はい、ハーピスト地位向上委員会でございます。ありがとうございます。ね、ハーモニカ奏者の地位をもっと向上させていこうと。で、来たるべき未来にはハーモニカ奏者中心の社会を作っていこうというコーナーでございます。はい、私ブログを、書いてるんですね。ハーモニカ失敗談というブログをずっと書いているんですけど、それの中に、ペンネームスナフキンさんという方が、書き込んでいただいた質問なんですけど、ハーモニカ奏者の写真をどうしたらいいですかっていう話なんですよね。これすごく良くて、実はハーモニカはちっちゃいですよね、楽器がね。だからこんな風に持ってるとほとんど見えないんですよね。で、まあ極端に言うと楽器持たなくてもね、こんなエアハーモニカでも済んじゃうんですよね。で、困るのがですね、まあ、その方も音楽活動されていて、バンドメンバーで写真撮るんだけどどうしたらいいかなと。ね、でギタリストやまあベーシストって言ったら、まあこうね、大体ギターのこうネックを持って、どうだと、俺の楽器でかいだろうと。ね、でかい楽器自慢ですよ。ね、電化製品みたいなもんです。俺の冷蔵庫どうだみたいなね。まあ、そんなもんですよ。で、ハーモニカ奏者はちょっと楽器が小さいんでね、どうだっつってもやっぱり、なかなか見づらいわけですよね。これをこれからどうしたらいいんだという質問が出まして、で、これ非常にいい質問だなと思いまして、今回このコーナーで取り上げさせていただきます。はい。で、
これね、結構皆さん悩んでる、テーマで、実はですね、こういう、大きなハーモニカ、クロマティックハーモニカっていうのがあります。全然大きさ違いますよね。これ特にね、4オクターブのハーモニカなんで、特に大きなクロマティックハーモニカですけど、これだとカメラに映るんですよね。はい、で、カメラマンね、撮影をする方がそういうことを知ってるわけでございますね。こういう悪知恵が働くんですよね。お前の楽器ちっちゃいだろうと、だったら大きい方持てよと、ああいうカメラマンがいるわけですよ、日の立ちの悪い、ね、でどうせ吹いたり吸ったりする楽器だったら大きい方がいいだろうと、同じハーモニカじゃないか、何が悪いんだということでね。でハーモニカを吹いてる人っていうのは心が、大体皆さん綺麗なんでね、分かりましたって現場でこれを持たされちゃうわけですよ。で吹いてもいないのにこれを持たされてね、こんな芸なんでね、やってるわけです。でもちろんこれは悪い楽器じゃないんですが、俺たちはこれでやってんだよと、この小さい楽器吹いてんだぜというみんなプライドもあるわけです。ですけど現場に行くとこれを持たされちゃうと。でひどいものだとプロモーションビデオなんかでね、出てる音はこれなのに映像ではこれを持ってると、しかもその人たちがこの楽器の第一人者だったりするんですよ、ね、これだったらもうハーモニカ奏者の地位なんか上がりっこないですよ。こういうことをぜひ変えていきたいと僕も思ってたんですね。ちっちゃくてもいいじゃないですか、これじゃなくてもこれでもね、映んなくたっていいじゃないですか、はい、一応ねベストではないですけど現段階で考えられる仮案を私の方で、作らせていただきました、うん、賛成できないものもあるかもしれませんがちょっとお付き合いください。まあ、まずね、とても簡単なアイデアです。はい、フリップにしました。見えますか？はい、ね、こんな感じですね。はい、うん、極めて簡単です。これ楽器が小さいんでね、こういうふうに持ちましてこう指さしてね、ハーモニカだよ、ね、ハーモニカ奏者がハーモニカだよ、見てごらんっていうね、感じで指さすと。で前のメンバーもね、もう自分の楽器なんかいらないです。こうギタリストもベーシストもね、どこでもあるような楽器ですから、もう楽器持たないで指さして、みんなでハーモニカさしてね、あ、ハーモニカだってこっちの人も、あ、ハーモニカだ、あ、UFO だみたいなね、見方でこう全員が指をさす。その先にはこのハーモニカがあると、もう思い切ってピントをここにしちゃいましょう。でもう全部ぼやかしちゃえばいいんですもんね。なんならここだけカラーで周り白黒でもいいですよね、そういう風にして、ハーモニカを、分かるようにしていただきたいと、うん、どうでしょうね。これ非常にいいアイデアだと思います。はい、でまあ、ここまでやるとね、他の楽器の方々もね、俺の楽器も出したいよなんてね、自分勝手なことを言ってきますんで、まあ次のアイデアとしてこういう形、はい、ハーモニカ奏者が前に出ると、ね、これとても分かりやすいと思います、ね、しょうがないです、楽器ちっちゃいんですから。楽器ちっちゃい人が前に出るようないんですよ。そうすると後ろにいるこのね、ギターとかベースとかね、その楽器と楽器の大きさが合うわけですよ、はい、これで平等です。とても平等ですね。音楽は平等じゃなきゃいけないんです。でこれこのピントの合わせる、ことが難しいよってことになったら、まあ、合成でもいいじゃないですか。 CG でもいいですよ、なんならね。でこちら実写でこちら CG というね、何にしてもこの楽器の大きさをね合わせるということでハーモニカを出していったらどうかなと、はい、でね、中には、なんで、お前のバンドは一人だけ巨人なのかよなんてね、そういうクレーム言ってくる人がいます。今だとね、そういう世の中になっちゃいました。まあ、そういう場合最悪ですね、こういう方法も考えました。はい、じゃじゃん、他の楽器をちっちゃくするというね、これいいかなと思いますね。ベースもねギターもねハーモニカと同じ大きさにして、ね、楽器ちっちゃいよなんですね。ちっちゃい楽器3人しようなんてね、非常にいいじゃないですか。僕はすごい好感持ちますよ。いいなと思います。はい、でまあボーカルとかドラムはね、欠席した人みたいにここにね入ってますけど、まあいいじゃないですか、映ればね。でそんな風に、まあ、ハーモニカを映すためには工夫が必要だよと、いうところでございます。はい、まあ、仮案ですけど、で私の方はどうしているかと言いますと、前にもちょっとね、お出ししましたけど、ブルースハーモニカ、テンホールズハーモニカはキーによってね楽器を持ち替えますんで、これ腰につけるベルトなんです。こういう風に巻きます、ないしはね肩からこう、下げたりとかですね。でこの12本で1つの楽器だよという見せ方で私はやってます、うん、でシュガーブルーなんかもこう斜めにガンベルトみたいにつけてたりとか、まあ、自分なりのそういうこのハモニカベルト、ハモニカホルダーという言い方もしますけど、そういうものを使ってね楽器が小さいんで分かりやすくするための工夫をされている方もとても多いです。でこれ私のオリジナルですけど、なかなかまあ
お値段もそう安くはならないです。まあ、一生もんだと思って、作っていただきたいと思います。で、まあ、いろんな方法ありますけど、何にしても、まあ、小さい楽器だからね、映らなくてもいいじゃない。じゃなくていろんな方法でアピールしていただきたいなと思います。はい。